こんばんは、矢沢永吉です。徳光和夫さんと、対談させていただきました。もう徳光さんはもう昔から矢沢のライブ武道館本当に、ご夫婦で、見に来てくれてます。本当になんていうのかな、もういろんなテレビでもう矢沢のステージ最高だったってことをいつもおっしゃってくださって本当に感謝してます。なんて言いますかね、いろんな人が徳光さんをはじめ、応援してくれてるんだなと思いました。今年も最高なステージで改めて頑張りたいなと思いました。よろしく。僕自身が矢沢永吉のファンだと言いながら非常にこけたことがありましてですね、もう大変に本当に失礼なことをしたんでありますが、去年のね武道館で僕は女房と行きました。大体女房と行くんですよ。昼間ちょっとワインを飲んじゃったんですよ、2杯ほど。それで入り口のところで屈強な若者がですね、チェックされまして、チケットの裏に書いてあることをお読みになってらっしゃいませんねって丁寧に言うわけです。いや読んでません。ようやく入手できたチケットなんだからなんとかダメだろうか、係の人に頼もうかなっていうふうに思ったら、アルコールを飲んでそこに現場に来た人たちが結構いまして、徳光さんだったらあれじゃないの、裏からテーマすれば入れんじゃないのとかなんとか言われたんで、それで僕カチンと来ちゃいまして、分かりました、じゃあ今回は僕は本当に矢沢永吉ファンとして本当に失礼なことをしたと。いやいや、この機会に詫びをさせてくださいと。いやもう、ね、本当に逆に本当に申し訳ありませんと僕は申し上げたいんですけど、実はですね、なんでこういうそのことですよね。そうなんですよ、飲酒っていうことをやめましょうってことになったのは、僕はステージの上からでも言ってるんですよ。いいじゃない、ビール1杯2杯ワイン1杯2杯飲んでちょっといい気分でやわらーみたいなことを言いたいし、それがロックコンサートだと僕は本音の部分ではその通りです。そしたら実際酒を飲まれない方の手紙がいっぱい来るんですよ。なんかちょっと怖かったとか、ちょっとなんかものすごい強制的に感じたとか、それで僕が協力してくださいって言うしかこれはもうないなと。それで終わったら皆さん最高の酒を今日帰りの飲んでください。その通りなんですよね。実はですね、徳光さん武道館終わるじゃないですか、もうみんなこんな気持ちになってますよね。はい、そのみんな矢沢永吉になってます。武道館周辺の飲み屋さんもうね満タンですよ。もうこれね本当驚きますけど、満タン入れないんだから、入れないんだから。それで菓子折り一つ来ないですよ僕にお店の方からぐらいに満タンですよ。本当そうなんですよ。見知らぬ人同士が会場でまぶたちになっちゃうんですって。そうなんですよ、まぶになっちゃうんですよ、そうです。僕それのメールをいっぱいもらった時に、まあその飲酒は終わるまで勘弁してくださいっていうのは言ってきてよかったなと思いました。おっしゃる通りだと思います。でね、コンサート前に飲む酒よりもですね、コンサートの後飲んだ酒がどれだけ美味しいか分かんない。もうビールなんかにしましても全然違いますよね。美味しいです本当に。趣味なやつさあパシフィー青く燃える海、どうやら俺の負けだぜ、まぶた閉じよう。夏の日の恋なんて幻と笑いながら、この人にかける汗をかいたグラスの冷えた人よりある肌の香りが俺を酔わせる。幻で構わない、時間よ止まる。
口のめまいの中で。こんばんは。